の硬い部分、冷えた部分を知ることで体全体に充熱をすることなく、箇所を絞って効果的なトリートメントをすることが可能になります。お腹周り、ウエストを少し気にしていて、ちょっと脂肪がある方はこのようにスライドさせて脂肪を下の方に流していくと、ウエストラインがすっきりしていきます。